今日のニュース見たら、お天気が暖かいそうです。で、今日はベロスタ N に乗ってキャンプ場に行きます。今日が金曜日というのを忘れちゃいました。出発したばかりなのに渋滞が始まりました。マニュアルの車は運転するのが不便だと思われるが、こういう低速が続けられる渋滞は変速するのがいらないので不便じゃありません。しかし停車が反復される渋滞は未だにも大変です。じゃあこれからは延安高速道路に乗っていきます。高速道路の入り口であるナミャンジュトールゲートを経て、頑張って走ります。久しぶりにポップコーンを作り出し、先頭の車が車線を開けてくれます。ありがとうございます。もう以上の先頭車がないので安全に速度を上げます。ちょっと走ったら一車線にトラックが見えます。8から90キロメートルの速度で走っています。韓国の高速道路の一車線は追い越し車線です。で、後ろから自分より速い車が来たら車線を譲るべきです。さらに貨物自動車は1車線の走行が禁止です。やったダメです。後ろに僕がいるのを知らせます。だが相変わらずマイウェイです。忍耐の限界を超えたので追い越していきます。これはフンドのクラクションでございます。ものすごくイライラする状況です。腹を癒しながら出口を向かって走ります。ピックアップの時、夜間走行を楽しみます。